トピカとは、アリストテレスの著作であり、オルガノンの中の一冊、トポス論とも、分析論全書、分析論跡書きでは、論証について述べられるのに対して、このトピカでは、弁証術について論じられる。タイトルのトピカは、名詞、トポスの形容詞形であり、トポスに関することの意。トポスとは、元来、場所を意味するギリシャ語だが、本書では、 に立脚する性格を持った弁償術的推論における各種の場合分け、観点、手順、規則、注意点といった程度の意味で用いられている。アリストテレスに始まるトピカは、テオプラストス、テミステオス、キケロを経て、ボエテウスに至って、より実用的な28の項目にまとめられる。本書で取り上げられるトポスの数は、であり、 合計337のトポスが述べられている。以下の全8巻からなる。第1巻、第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻。ありがとうございます。